趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。はい、こちらスーツのスラックスになります。今表から見てる状態なんですが、もう経験上パッと見ですね、すごく汚れているなというふうに思いまして、今回こちらはですね、水洗いをさせていただこうと思っております。まあ、水洗いだけをするんではなくて、最初にドライクリーニングをして、その後で水洗い、つまりダブルクリーニングをしようと思っております。洗濯表示的にはですね、水洗いも×、ウェットクリーニング、プロのウェットクリーニングも×、ドライクリーニングだけをしてくださいというふうに書いてあって、水洗いをすれば何らかの望ましくない変化が生じてしまうことが書かれております。素材は計 70% ポリエステル 30%。 経験上ですね、何度も水洗いをしたことがありますので、今回も何の問題もなく水洗いをしてですね、きれいにできるというふうに思っております。具体的にどんな感じで汚れてるのか大体部なんですけども、普通に裏返しにしますとですね、こんな感じで、ここに1枚布がこうついてるんですけども、この裏地、この布がですね、一番自分の太ももに当たる部分なんですが、ここも結構汚れてはいるんですけど、ちょっと違うひっくり返し方をします。この膝の裏についてある膝当ての中に手を入れて裏返しにしますとですね、こんな感じで全体がかなり白っぽくなっております。もっと近くで見ていただきます。はい、カメラ手持ちにしました。このこちら側がですね、裾の方、つまり膝から下であまり自分の足が当たってない布地の方、そして膝から上、大腿部、常に自分の足が当たっている方、膝当ての黒い布1枚通してもこれだけの汚れがついております。もう一度今度は右側、別の方の足を見ていただいております。この辺からだんだん白っぽくなって、ムラムラになっているの、これすべて汚れです。汗、皮脂、ほこり、いろんなものがついているズボンでございます。毎日スーツを着てお仕事をなさっている方、クリーニングする頻度、そしてクリーニングの方法、様々かと思いますし、まあ、いつ洗うかというのはお客様のご判断になるかと思うんですが、こんな風になってしまうとですね、クリースラインが消えてしまったから、ちょっとアイロンでプレスしようなんていう風にしてもですね、アイロンが滑らないんじゃないかなと思いますし、アイロンの熱をかけることによって若干匂いを感じてしまうのではないかなと。何よりも不衛生でございますし、ゴワゴワしちゃいますし、着心地も履き心地も悪くなっている状態かと思いますので、今回ドライ&ウェットダブルクリーニングをして完璧に仕上げたいと思います。もう足を入れた瞬間、気持ちよさが分かっていただけるようなメンテナンスができると思います。スーツのスラックスだけダブルクリーニングします。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、こちらスラックス、ウェットクリーニングとドライクリーニングの2度の全体処理をさせていただいておりまして、大腿部がかなり白っぽくですね、汚れていた汗や皮脂がついて汚れていたものがかなりすっきりしております。まだプレスの途中でクリスライン、これから真ん中のこのラインはこれからつけるんですけども、今普通に裏返ししている状態からですね、ビフォーの状態で見ていただいたような感じで裏返しをして、色の段差を見ていただきたいなというふうに思います。で、裾から手を入れまして、膝当てと表生地の間に今手を入れております。このまんま裏返しにして、この状態、自分の足が当たる部分はこの状態、ここですね。で、見ていただきたいのはここです。ここからこっちはですね、膝から下なので、ビフォーの状態でもこの色に近かったんですけど、ここから上、自分の足が当たっているところはですね、かなり、
白くなって、この辺からもう完全に色が分かれている状態でございました。それがですね、全くその色の段差がない状態になっております。ちょっとカメラ寄ってみます。はい、カメラ寄りますと、こうして色がちょっと明るく映ってしまうんですが、もともとのお色というのはこんな風にネイビーでございます。で、このようにすごく綺麗になっております。本来であればですね、洗濯表示に書いてあるように石油系のヨドを使ったドライクリーニングが素材的にもふさわしいんですけど、汚れ具合によってはですね、こうしてウェットクリーニングをさせていただくことによってかなりスッキリいたします。綺麗で清潔になった状態、そして足を入れていただいただけでもおーっていう風に、仕上がりの良さが分かっていただけるんじゃないかなと。で、水洗いによって、生じてしまうシワなんかもですね、完全に復元可能でございますし、一時的にシワがついてしまったとしてもですね、完全にプレスで元に戻るということを前提にウェットクリーニングさせていただいております。はい、ここが膝の下の部分、そしてこっちが膝上の部分、ここがですね、白っぽくなっていたんですけど、全くほら、色の段差が膝から下、膝から上で色の段差がなくなって均一な元々のネイビーのお色になっております。それだけですね、汗や皮脂が見えないところではありますが、常に足が触れるところということで汚れが蓄積されていた、それをクリーニングに出せば綺麗になる、そんな風に思っていて当然なんですが、実際にはドライクリーニングだけでは落としきれない汚れがどん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 蓄積されているというふうなことでございます。状況を見て、あ、これは汚れてるなというふうなことであれば、ウェットをお勧めいたしますので、ドライ&ウェットのダブルクリーニングをすることでですね、このように見違えるようにきれいにすることができます。ご提案させていただきますので、ご利用をご検討ください。こんな感じですね。だんだんこのクリースライン、センタークリースラインがですね、薄くなって消えてくるとですね、ちょっと気になって、まあ、洗うほどじゃないんだけど線だけ入れたいということで、よくプレスだけなさるお客様いらっしゃいます。このパンツもですね、お預かりした時にはお客様ご自身でプレスした跡がありまして、それがですね、線が完全に二重についておりました。二重につくとですね、非常に見た目が悪いので、当店でしっかりプレスし直しておきました。非常にいい感じに仕上がっておりますね。まるで、新品に、近いんじゃないかなというふうなコンディションにできたと思います。裏地のシムの縫い目の裏側にですね、たくさんのホコリがついていたり、毛玉がついていたりしたのもですね、実は見えないところではございますが、綺麗に処理しております。そうした手間の差がですね、品質の差になって、お客様にはその仕上がりの良さを実感していただけるのではないかなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。